皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。男性アイドルのプロデュースで一時代を築いたジャニーズ事務所も、ついにその看板を下ろすことになったな。数年前まではこんな時が来るとは夢にも思わなかったわよね。それほど芸能界でのジャニーズ事務所の力が絶大だったということなんだぜ。これまではジャニーズ事務所の看板をバックに活躍してきた所属タレントたちも、これからは反対に旧ジャニーズ出身というだけで茨の道を進まないといけないことになるんだぜ。肝心の張本人が個人なだけに、被害に遭った多くの人たちも、事務所に残された人たちも余計に複雑な心境にならざるを得ないわよね。そもそも被害者が数百人単位にも及ぶような性加害行為が、これまで見過ごされてきたこと自体が問題なんだぜ。一体、どうしてこんなことになっちゃったんだろうな。よし、じゃあ今回は、ジャニーズ性加害問題の歴史についてゆっくり解説していくよ。よろしく頼むんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏は1931年、昭和6年生まれ。ロサンゼルスで生まれた彼は、幼い頃に日本に移住した後、16歳で再び渡米。現地の高校、大学を卒業した後は朝鮮戦争にも従軍。アメリカ大使館の職員として来日した後は、宿舎の近くの少年たちを集めて野球チームを作り、この少年野球チームのメンバー4人で1962年4月に結成されたのが初代ジャニーズだよ。ジャニー喜多川氏は若い頃から少年が好きだったんだな。初代ジャニーズには、水戸黄門の助さんでおなじみの青井輝彦さんもいたんだよな。そうだね。初代ジャニーズを結成して間もない1962年6月にはジャニーズ事務所を設立。以来、数々の男性アイドルのプロデュースを行い、やがて芸能界の中で大きな力を持つようになっていったのよね。さすがに昭和世代でも初代ジャニーズのことを覚えている人は少ないと思うんだぜ。記憶に残っているのはフォーリーブスくらいからじゃないのか。初代ジャニーズは1967年で解散。その初代ジャニーズのバックダンサーとして結成されたのがフォーリーブスで、翌1968年にレコードデビューし、初期のジャニーズ事務所を代表するグループとして活躍したわね。その次に大人気となったのが郷ひろみさんだったよな。郷ひろみさんは1972年にデビュー。西城秀樹さん、野口五郎さんと共に新御三家と呼ばれトップアイドルとして活躍。ジャニー喜多川氏の大のお気に入りだったようだけど、1975年にジャニーズ事務所を退所して移籍しているね。当時の芸能界で人気の絶頂期に事務所を移籍して成功した数少ないアイドルなんだぜ。郷ひろみさんの退所後はスーパーアイドルがなかなか出ずに低迷期が続き、この時期に活躍したのが1977年にデビューした川崎麻世さんだったわね。川崎麻世さんもブロマイドの売り上げでは人気があったけど、残念ながらヒット曲には恵まれなかったよな。そんなジャニーズ事務所の低迷期にジャニー喜多川氏が獲得した仕事が1979年10月放映開始の3年 B 組金八先生で、同番組出演をきっかけにデビューした田原俊彦、近藤雅彦、野村義雄が他の金トリオとして大ブレイクするのよね。他の金トリオ以降は次々とスーパーアイドルを世に送り出しているんだぜ。1982年デビューの渋垣隊、1985年デビューの少年隊、特に1987年デビューの光源氏は爆発的なヒットを記録して社会現象を巻き起こしたわよね。ローラースケートでステージを所狭しと駆け回るパフォーマンスが一世を風靡したもんだぜ。1990年代になるとスマップ、TOKIO、V6、キンキキッズ、嵐といった大人気アイドルグループが続々と後に続き、ジャニーズ事務所はジャニーズ帝国とまで呼ばれるほど芸能界で大きな存在になるのよね。そんなジャニーズ事務所で、半世紀以上にもわたって性加害が継続的に行われていたなんて信じられないんだぜ。これまでにもジャニー喜多川氏の性加害を告発する動きはたびたびあったんじゃないのか。ジャニー喜多川氏の性加害の噂は、創業間もない1960年代からすでにあったようで、1964年には初代ジャニーズたちも通っていた芸能学校、新芸能学院、から授業料の支払いと生徒へのわいせつ行為をめぐって裁判を起こされているんだよ。そんなに早い時期からジャニー喜多川氏の性加害が問題になっていたとは知らなかったんだぜ。裁判にはすでに人気グループとなっていた初代ジャニーズの4人も出廷して証言。
原告弁護士からジャニー喜多川氏による性的虐待の有無について確認されたんだけど否定し、結局、東京地裁は性加害を認定しなかったんだよね。あう、その時、有罪になっていれば、多くの犠牲者を出さずに済んだかもしれないと思うと残念なんだぜ。その時証言した初代ジャニーズの中谷洋さんは、それから20年以上経った1989年に、ジャニーズの逆襲、という暴露本を出版。その中で、事前に答弁の言葉は決められていました。私は裁判で嘘の証言をしてしまいました。と当時のことを振り返っているんだよ。やっぱりジャニー喜多川氏による性加害はジャニーズ事務所の創業当時からあったんだな。こうしたジャニー喜多川氏による性加害の噂を取り上げるメディアも早くからあって、1965年には週刊産経が、ジャニーズ売り出しの影に、という見出しで、1967年には女性自身が、ジャニーズをめぐる同性愛裁判、東京地裁法廷で暴露された4人のプライバシー、という見出しで、裁判の内容を記事にしているんだよ。ジャニーズ事務所が絶大な力を持つようになるのは1980年代以降のことだろ。それなのに、それ以前のこうしたマスコミの報道も封じられてきたんだな。幼い時に母親を亡くして以来、母親代わりとして弟に愛情を注いできた4歳年上の姉、メリー喜多川氏も、弟のこうした異様な性的思考を薄々気づいていたと言われているけど、ジャニーズ事務所の副社長として一貫して強い否定の姿勢を貫き、何の対策も取らずに放置して隠蔽に終始してきたことが、被害をさらに拡大した原因となったと言われているね。そのメリー喜多川氏の娘がジャニーズ事務所元社長の藤島ジュリー景子氏だな。兄弟の歪んだ愛情がジャニー喜多川氏の暴走を許してしまったんだな。1980年代になるとかつてジャニーズ事務所に所属したタレントたちが次々と告発本を発表。1988年にはフォーリーブスのリーダーとして活躍した北浩二さんが、光る源氏へ、元フォーリーブス北浩二の禁断の半世紀、という暴露本を出版。当時16歳の少年だった北浩二さんの布団に潜り込んできたジャニー喜多川氏に肉体関係を迫られ、以来、4年半にわたって毎晩のように性行為を求められたと赤裸々に語っているね。あのフォーリーブスの北浩二さんがそんな性被害に遭っていたとは、当時誰も思いもしなかったんだぜ。北浩二さんはこの暴露本の出版以来、光る源氏へ、のタイトルでシリーズ続編をたびたび出版。これらのジャニーズ事務所に対する批判は一部のスポーツ誌や週刊誌では取り上げられたものの、在京テレビ局やラジオ局で取り上げられることはほとんどなかったわね。もう当時のジャニーズ事務所に物申すような大手メディアはなかったというわけだな。翌1989年には先ほども触れた初代ジャニーズの中谷洋さんが、ジャニーズの逆襲、を出版。この1988年から1989年にかけて、当時スキャンダル記事で人気だった雑誌、噂の真相、でジャニー喜多川氏のホモセクハラ疑惑を複数回にわたって特集記事として扱うことがあったけど、ジャニーズ事務所から、噂の真相、は存在しないものとする、と無視されたために、抗議や訴訟沙汰になることはなかったわね。下手に裁判沙汰になって誇りが出るのはジャニー喜多川氏の方なんだぜ。1996年には1980年代にジャニーズジュニアとして田原俊彦、近藤雅彦、渋垣隊、少年平のバックダンサーも務めた平本ジュニアさんが、ジャニーズのすべて少年愛の館、という暴露本を出版。ジャニー喜多川氏がデビュー話を餌に数多くの少年を毒牙にかけていたことを告発していたわね。平本ジュニアさんはジャニー喜多川氏の性加害問題が明るみになるきっかけとなった BBC のドキュメンタリー番組にも出演して、ジャニーズ性加害問題当事者の会の代表を務めている人だよな。そうだね。1999年には週刊文春がジャニーズ事務所に関する特集記事、ホモセクハラ追及キャンペーンを掲載。これに対しジャニーズ事務所側は名誉毀損であると1億円余りの損害賠償を要求する民事訴訟を起こすんだよね。1999年になってようやく文春法が放たれたわけだな。それで裁判の行方はどうなったんだ。一審では地裁は少年らの供述の信用性を認めず、文春側に880万円の損害賠償を命じ文春側が敗訴。二審では120万円の損害賠償が命じられたものの、所属タレントに対する猥褻行為に関する記事の重要部分に関しては真実と認める旨の判決が出、ジャニーズ事務所側はこれを不服として最高裁に上告したんだけど棄却されたんだよね。
それでも日本ではこんな判決が出たなんて、ほとんど報じられなかったよな。結局、海外のメディアが報道してから、こんな大騒ぎになるなんて、結局、日本の芸能界もマスコミも、長いものには巻かれろ、の精神で自浄作用なんてなかったってことだよな。確かにそうかもしれないわね。事態が大きく動くきっかけとなったのは、2023年3月7日にイギリスの BBC が放送した J-POP の捕食者秘められたスキャンダルというタイトルの長編ドキュメンタリー番組で、BBC に取材協力している週刊文春もこれに合わせるかのように過去に報じた性加害の記事を再公開。2023年4月12日に元ジャニーズジュニアのカウアン・オカモトさんが日本外国特派員協会で記者会見を行い、ジャニーズ事務所に所属していた15歳から退所までの間に、ジャニー北川氏から15から20回にも及ぶ性暴力を受けたと公表すると一気に大きな話題となっていったのよね。NHK をはじめ臭いものに蓋をするように、この問題から目を背けていた大手メディアが、他のメディアと歩調を合わせるかのように徐々にジャニー北川批判に方向転換していく姿は見にくくてとても見ていられないんだぜ。ジャニー北川氏が創設し、ジャニーズ帝国と呼ばれ一時代を築いたジャニーズ事務所が音を立てて崩壊していくのは、まさに一瞬の出来事だったわね。外部専門家による特別チームが性加害を事実認定すると、2023年9月7日には記者会見を開いて社長交代を発表。10月2日には2度目の会見が開かれ、社名変更が発表されるとともに、被害者への補償が完了した後は廃業することを公表してファンを驚かせていたわね。所属タレントの中にはジャニー北川氏の裏の顔を知らなかった人もいるのかもしれないけど、これほど多くの少年たちがジャニー北川氏に傷つけられてきたかと思うと、廃業したからといって解決したとも言えないんだぜ。ジャニー北川氏の愚行を見過ごしてきた関係者や、うすうす気づいていただろうに物申せなかった芸能界やメディア関係者にも罪はないとは言えないわよね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。